韓国のセブランス病院で、韓国初の治章治療を受けた新型コロナウイルスによる感染患者二人が感知判定を受けた。チェジュンヨン教授の率いるセブランス病院の感染内科のチームは今日新型コロナの重篤患者二人を対象に感知者の治章を注入した結果、患者二人すべてが広し直し、そのうちの一人は退院したことが明らかとなった。 今回の研究結果は大官医学会誌の最新号に掲載された。この二人の患者は急性呼吸休迫症候群があり、深刻な状態であった。チェ教授は、治疗治療にはそれなりの副作用があり、大規模な臨床試験がなされてなく、科学的な証拠は10分ではないが、抗ウイルス治療などに効果の見られない重症患者たちに、 ステロイドなどの治療と並行できる治療になるものだと語った。